ちゃんと役者それぞれお互いもそうだし、監督そしてあのアクション監督大内さんもしかり、そのスタッフさん全員をなんかちゃんと自分たちがリスペクトして進める時間っていうのをすごく与えてもらってたし、その人たちのためにも今俺がここに立ってるんだっていう、そしてこれが世界の人に届くんだっていう、プロフェッショナルとしてそれぞれのあの最高点数を全員が出した場合にのみ OK みたいな、そういう空気感がすごい素敵だなと思って、こうやりたいし、ここに本当はあそこに照明ぶら下げるのに40分かかるのを待つじゃん、全余裕で当たり前に待つじゃん、それがいい絵になるんだろう、この作品よくしたいもん、大切だもんねっていう。日本で俳優の活動してるとどうしてもこう、とにかく日本のたくさんの人に見てもらおう、日本でヒットさせるんだって思いでやっぱそれぞれやるものだけど、世界の人にたくさん見てもらおうってやっぱ一個先だったからこそ、チャレンジをこうみんなで試行錯誤してた感じがあって、そんな経験ってあんまりできないから、もちろん日本の人に喜んでもらった先にあるものだけど、なんかやっぱ感覚がなんかちょっと違ったなっていうのはあったかな。監督とお会いしたり、この Yu Hakusho はこうやって実現 していきたいんだよっていうところのお話を聞いてるうちに、なんかもしかしたら日本でやったことがない、境地に行けるんじゃないか、まあ Yu Hakusho っていうアクションを実現できるかもしれないなっていうふうに感じた時に、まあ一回お受けして、しっかりとその Yu Hakusho の世界観を作っていきたいなっていうふうに思いましたね。アクションに関して言うと、そのキャストを知ることがすごい大事だと思っていて、ユウスケっていうキャラクターがありつつも、そのキャストが持つ、根本に持つキャラクターってあるじゃないですか、そことうまくこう組み合わせていくというか、まあそれぞれキャストにやってもらう内容は変えてましたね。芝居のシーンはものすごく生々しくやってたりして、あとセリフの言い回しもかなり漫画リスペクトしてたので、やっぱりその悠々白書たるセリフばっかりだったので、それをこうリアルな時間の中に落とし込むって結構難しかったりして、なんかヤンキーってやっぱり古風なものかもしれないですけど、今の現代を生きる僕らがやることで少なからずその現代的な空気だったりとか要素は役には入ってきてると思っていて、だからそことの折り合いのつけ方とか、なんかそういうところはすごい難しかったですし、そこからそのアクションに移った時にその感情はこう動いててもパンチにそれが乗ってないとか、その肩を本当に数センチこう動かすだけでこのパンチにこういう気持ちがこもるとか、普段の自分がセリフでやってる感情表現とは全く違うものだったりするので、アクションでの芝居っていうのはなんかそこはやっぱ本当に難しかったですね。でもやればやるほどもうどんどん楽しくなってって、なんかずっとアクション部と喋ってたかな、なんかその役のことに関しても。ユウスケであるが上にこういう風にしたいっていう北村さんの意思も受けつつ、僕はユウスケだったらこう行動するんじゃないか、こういう攻撃をの仕方をするんじゃないか、この行動は姑息だからユウスケはやらないよねっていうところで、やっぱアクションの立ち回りの中に組み込んでいくっていうところは気をつけてやってましたね。自分は本当にパンチとかキックとかそういう肉弾戦みたいなものが中心になってったんですけど、なんかそこに溢れるユウスケの正義感だったりとか、何度打ちのめされても立ち上がる、その立ち上がる様がかっこよくないといけないとか、やられて相手をもう一回見るとこにどんだけその自分はまだ戦えるっていう意思をどんだけ込めようかなとか、その込める体の表現ってどうかなとか、なんかそういう細かいことばっかやってましたね。冷静に見すぎてたんで、ちょっとそこだけ、はいはい、一旦ダメージも結構あっていいんですよ。あ、やっぱコンクリに叩きつけられてるから、はい、普通なら OK 出てるでしょっていうところも、僕はもう一回ここをこうしたいんですよ、ここもギリギリ避けてるように見せたいんですよってところの要求が、本当スタントマンと同じレベルぐらいを要求してたんですよね。自分はでも求められたらもう 100% 120%、 いや俺これ無理そうなんでやれないっすって言わないって役者として決めてるところでもあるので、もうなんかやれることは全部やってましたね。どんなに痛くても
初日のアクション練習俺吐いてますからね、きつすぎて。そっからスタートしてるので、まあとにかくトライ、なんかその役者として進む道とユウスケの生き様っていうのがリンクしてたので、もうとにかく自分でやる、自分で強くなる、もう全部やりますみたいな気持ちでいました。肉体的に大きくならなきゃいけないっていうのはあったので、始まる前から監督だったりプロデューサーさんたちと14、5キロ増やそうっていうのを目標に、でトレーナーさんと具体的に目標の体重を決めて、目標の体脂肪率を決めて、筋肉量を決めてっていうのは徹底してやってましたね。でまただんだんその過程の中で、本が出来上がったり、キャラクターっていう実写化にあたってのキャラクターっていうのがすごい見えてきたので、桑原のまっすぐだからゆえのバカさだったり、アホらしさだったり、愛くるしさみたいなのを、出すための、今度はその内面的なアプローチの仕方みたいなのを丁寧に作ってたって感じです。アクションチームの中にも悠々白書のファンって結構いて、桑原だったらこう行くでしょ、桑原だったらこの行動はしないでしょ、ここはもう桑原の思いでぶち当たりに行くよねっていうところの、まあ、しっかりとしたそういう悠々ファンのアクションの集いみたいになってくる時もあって、でその中で上杉さんっていう人が結構そのキャラに準じた熱い方で、でちょっと不器用な部分もあったりして、それがまたなんか桑原に見えるなってところは生かしたいなっていうところはあって、なんかこうやっぱ愛されるキャラクターでなければいけないってところも、まあ、アクションの中で立ち回りの中で、じゃあその失敗したのがたまたま面白いよねっていうのも生かしつつ、そういう桑原のキャラクターとかが出せていったと思いますね。がむしゃらさんみたいな、僕はその器用な人間じゃないから、その一個一個のことをもうがむしゃらにやるっていうのはすごいリンクしてたし、先のことを考えて行動するよりも今やれることを本気でやるっていう、今本気でやったことをとにかくそこに気持ちを乗せてくっていう、今一個一個っていうのがすごい近いなと思っていました。どんなにきついアクションでもクラマっていう役柄を崩してはいけないっていう部分であったりとか、妖艶でありエレガントさもありっていう部分で、クラマのいつものあの衣装を着た時にスッと見えるラインを作ったりとか、まあ立ち姿勢であったりとか、あと口の動かし方とか、やっぱり所作で見せられるところをとても意識しましたね。まあ、クラマであればやっぱ華麗に見えるっていうことにはこだわりましたね。まあ志尊淳さんがもともと持ってるもんでもあったんで、でローズウィップを打つ時にはこういうスタイリッシュな感じで打ちたいとかっていう、ローズウィップを投げるんですけど、実際のローズウィップがその実際の形ではなくて、もう本当にもう枝みたいなのを持ってこうパーンってやってたんですけど、やっぱパーンカット、いやちょっと軌道が全然読めてないって言われて、軌道ですかって言って、実際のその形のものを持ってやってみてって言ってやって、この軌道で行きたいから、あの絵だけを持った時もその軌道の動きをしてほしい、でやっぱ右手の動きだけじゃなくて左手もついてくるし、髪のなびき方であったりとか、そういうのもすごく細かくディテールをこう作っていく部分もありましたし、あとはそのやっぱりそのキャラクターによってアクションでそのキャラクター性を見せたいっていうところで、クラマって結構ハーネスが多くて、漫画のようなリアクションの表現ができるようなことを取り入れたいなとか、そういう新しいチャレンジができるものを言うと、リングハーネスもその一つで、くるくるって立体的な動きができるっていうのはクラマには、僕の中ではもうクラマを演出する上で必須で、一番クラマに練習していただいたものは、最初からそのリングに慣れてもらって、そのリングの動きでこうなったらこういう回転が生まれてこういうバランスが取れますよっていう練習は結構していただきました。
クランクインするまで3、4ヶ月僕はもう週2とかでやってたんですよ。やっぱリングハーネスってフィジカル的な部分もそうだし感覚的な部分もそうだし一回ひねりってやると本当目回っちゃって大変なのとリングハーネスって結構股関節のところを思いっきり締めるから血が回んないんですよ。だからその酸素が薄い状態でくるくる回るからなんかもうよりこうあーってこうなりやすいからずっと練習を重ねてたんですけど僕クランクインする前に病気になってしまったのですごい悩んだんですけど僕はプロデューサーさんと監督さんとかと一回打ち合わせの場を設けてもらってもう悠々白書のクリエイティブを尊重するんであれば今僕がこの状態でクラマをやることって作品にとって絶対良くないと思うから遠慮せずにもう変えてくださいって言ったんですよ。それでも、スタッフさんたちがいやムシソン君とやりたいって言ってくださってあの期間が2年あった中の1年はあんまりアクションやらないスケジューリングにしてくださって2年目にやったんでそこの1年でもずっとアクションを練習してたので期間でいうと本当1年半とか2年近く触れてたんじゃないかなとは思いますね。比叡は一見不愛想でクールに見えてでも仲間思いだったり妹思いだったりっていうそういう内に秘めたものがある部分が魅力的なキャラクターだとも思っていたので比叡が何のために戦うかっていう理由として一つ大きく妹ユキナの存在があって、そこは大切に心の中でも持っていたしなんか微妙なニュアンスの表情とかでもお芝居で、表現はさせていただきました。あとはヒエってものすごく強いキャラクターなのでアクションの練習は本当に何十回も多分時間で言ったらもう100時間とか絶対超えてるレベルで稽古させていただきましたし途中からはあの実際のカット割りを想定して、同じカメラアングルで練習とかをしてました。そのこのカメラアングルでこのライティングの条件だったらどう動くのが一番よく見えるかみたいなことを研究して動画を撮ってそれを一回動いたら一回確認してみたいなそのカメラを通してどう見えるかみたいなアクションの練習にこだわりました。なんか全部のタイミングがうまくいかないといけないカットでカメラも全てでもう本郷さんが結構常にベストパフォーマンス出てます、比叡自体は本当に瞬速で切るっていうところも含めて素早い刀の動きとステップですよね。普段ならトントンと2歩入るところスパッて1歩で切り抜くとか漫画では表現できたけどそれを実写の中に落とし込んでいくっていう作業がすごく難しいところでした。1人でアクションってするもんじゃなくて2人、3人、これがリズムも合わないといけなければカメラとのタイミングも合わないといけないっていう僕は奇跡の瞬間を切り抜く作業だと思ってるんですよね。そういう意味でもキャストの動き自体も怪我をしないギリギリのできる技の限界のギリギリまで練習してもらう。でそこを目指してもらって現場の中でそれを実現していく。アクションする相手の方と戦ってる感覚を楽しみながらアクションができるようになっていったのでなんかそう感じれるようになった瞬間から明確に自分で成長したなと思いましたしあの楽しいなと感じれたので、例えばユウスケとの戦いだと、北村匠くんと面と面を向かい合ってのアクションになるのでアクション部の人とやる時とまたちょっと違った緊張感があるというか、なんかアクション部の人なら多少こっちがブレたりとかちょっと強く言っても受け止めてくれる対応してくれるんだけど万が一にも北村匠くんの顔面に刀を当てちゃいけないと思うのでなのでその辺の緊張感とかはちょっとあったと思います。でも2人で一緒に練習する機会とかもたくさんあったのであの徐々にこうアクションの信頼関係を深めていく期間があったのであの素敵なものが作れたかなと思います。世界中に悠々白書のファンの方って
数えきれないほどいると思いますし、自分もその一人ですし、ユイハクショのファンの方がまずこの作品をどう見てくれるのかっていうのは正直不安なところもありますが、やっぱ一ユイハクショの大ファン、そしてユウスケをやらせてもらえた、本当にユウスケのように世界と戦えるものをみんなで作り上げましたよって自信を持って胸を張って主演として言いたいです。